ルートヘスプは、オランダ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは GK。1985年に HFC ハールレムでプロデビュー。セカンドキーパーとして、ベンチを温める日が続いたため、出場機会を求めて1987年に、オランダ南部のクラブ、ホルトゥナシッターとへと移籍した。87年のシーズン開幕から、 レギュラーポジションを獲得すると、以降7年間にわたって公式戦2 3 7試合に連続出場しクラブ記録を樹立した。ローダ JC で3シーズンプレーした後、ルイ・ファンハールの意向で FC バルセロナへと移籍。ビトール・バ・インヤとのポジション争いを制し、正 GK ケイとして4シーズンプレーした。しかし、2000年にファンハールが監督を退任すると、前年まで、 バルサビーでプレーしていたフランセスク・アルナウと併用される形となり、翌2001年にオランダへと帰国。フルスのフォルトナシッタートへ復帰し、2002年に現役引退を表明した。オランダ代表としては、ユーロ96、1998、フランス W 杯の2大会で代表をメンバー入りしているが、エトビンファン、デルサールとエトで封印に続く。 第三次 EK としての登録であり、予選、本選とも出場機会はなかった。引退後は指導者の道へと進み、2007年より FC フロー人間のゴールキーパーコーチを担当している。またベルトファン・マルワイク代表監督のもと、オランダ代表チームのゴールキーパーコーチも担当した。ありがとうございます。